公開された五条の給料を見ていろんな意見を語る読者の反応集。ではどうぞ。五条の給料公開された？ぽいけどどう考えても安すぎてよくこんな給料で働いてるなって衝撃受けたわ。命かけてる仕事なのに。3時間しか寝てなくて完全オフの日すら少なくて日本を支えてる特急なのに4000万とか舐めてんだろ。ゼロ一つ足んなくない？五条が実家が金持ち金に特に執着はないにしても安く見られてない？大谷くらいもらっていいってポスト見かけて笑った。悲しいけど税金だからしょうがないね。使い切れないのに税金で給料上げてもなぁ。その分のお金で後進育成して少しでも負担減るようにした方がいいでしょ。五条自身はこう思ってそう。一番仕事してる人がちゃんともらわないと、その後進のモチベにも関わりそうな学生のうちは給料深刻に考えなくても、大人になって術師になって危険な仕事で結婚できるか考えたら厳しいじゃん。そしたら強い奴の遺伝子も残らんし、めいめいの方がもらってそうだな。めいめいにポンと千万振り込んどったな。そういや、五条家投資の資産がすげえらしいからそこからみたいだよ。つか資産運用してたら高専給料より入るだろ。まあ五条家の資産が莫大らしいからお小遣い程度なんでしょ。平安からあるお家だから資産価値の高い土地わんさか待ってそうだから究極働かなくても余裕で生活できそう。働きに見合った給料かと言われると微妙だな。4000万あれば多忙で家のこと全部外注して金で解決できることは全部解決できるから妥当では、別に給料仕事の価値ってわけでもないし。五条たまにあるだろう、オフの日には何に金使ってんだろ。そういや趣味とかあんまし明らかになってないような。よしひさ服店舗街、戦車が8億円らしい。戦車より何倍も機動力があって強いのに4000万は安い気がする。だからといって一個人に税金で何億も給料上げられないだろうし、しょうがないのか。戦車1台が満すれば五条を20年使い倒せるとか破格すぎる。猿はダメだな。サトルの価値がまるで分かってない。やはり呪術師だけの世界が理想なんだよ。下等はそんなこと言いそうで言わなさそう。でもよく考えたら自衛隊とかもそこまで給料良くないよなと思った。国滅ぼせる奴をその程度で飼いならすつもりかとは思うけど、下等の方が儲けてそう。信仰宗教の教祖だからね。教祖ってそんな金になるのか。モノ本の力を持ったポアや糖質なんてコンテンツとして最強やろ。金盛りでこれだからおそらくせやね。そもそも立場的に大体のもの経費で落とせそう。文面見た感じ猫先生の方でこれを安すぎると捉えてないのでは？要するに内閣総理大臣並みだから別に安いわけじゃないんだよな。年間4000万くらいのサブスクでその気になれば国家転覆できるやつを運用しているのをどう捉えるかによるが、五条の場合、金が理由で術師やってるわけじゃないだろうしな。実家がクソ太いのもあって、4000万が4億でも40億でも本人的にはどうでも良さそう。そもそも国営のやつなら妥当だと思うんだよな。正直直接的に命も時間もかけてる軍隊がこれくらいもらってるかで言われたら違うだろうし、官僚だってぶっちゃけ相当忙しいだろうにこの値段って意味では同じだし、7人とか300万以下そう。ねえよ、一級こそ術師会のようで人員も相当少ないから高級官僚並みは硬い。五条を基準にしたらそれくらいだけど、本来基準とするべきは一級で特級はただの外れ値。めいめいは呪術師以外にも色々手広くやってるだろうが、五条家の全資産ってどんなもんよ。めちゃくちゃ金持ちと言ってるけど、めいめいよりは総資産あってくれよ。五条で閣僚並みなんだからほとんどの術師はそれ以下だろうし、まあ呪詛師になるやつが出るのもわかるっていうか、呪具とか億単位でするんだっけ。そう考えてももらってなさすぎな気がした。実家が金持ちだろうけど、上場企業の社長役員より下は悲しい。もしかして五条の給料上げるより術師全体の給料上げた方がいいのでは。
給与上げるより欲を施した弾丸付きの近代兵器配る方が良い気もする。五条は裕次郎みたいに個人でアメリカと友好条約結べるレベルだしね。そもそもこいつらの財源って税金とかでしょ。国の方に呪い見えるやつ少なきゃ年々下がっていきそう。もしかしたら呪術世界の閣僚は大谷投手並みにもらってるかもしれんし、一般人が想像する金持ちの生活、別荘複数自家用クルーザー持ちとかできるかどうかのボーダーが3000万って聞いたから、まあ金持ちではあるけど意外と夢がないなとも思う。つうかこういうのフォローしてる多分国と上層部と御三家になるとか考えると、むしろもらってる方なんじゃねえかな。地味に固定給っぽいのがな。固定給歩合制で固定給が4000万ならまだわかるんだよ。月給ってだけだし固定給ではないんじゃね。一般の人も残業代とか危険手当とかついた上での月給だろ。公務員としては破格すぎるけど、国が五条悟に首輪をつける額としてはあまりにも足りなさすぎてる。五条は特級だけど同時に御三家当主で上層部側の人間だから、将来は何らかの手当か機密費領収書なしがもらえるんじゃね。つまり乙骨が到達できる最高給金が五条並みだけど、上層部やそれに連なる者たちにはお小遣いがあるみたいな。固定給歩合制って思ってた理由考えたけど、命名がこれでご渋滞撃破数のインセンティブはクリア。満額ボーナス目指してもう少し働こうかなって言ってるところからかなと思った。撃破数とか加味されてボーナスがすごいんじゃね。じゃねえと五条マジで仕事量と給料割に合わんだろ。本人がどう思ってるかはともかく、姉さんがフリーになったのも納得。他国で週5実働8時間のホワイト電力供給やってた方がよっぽど稼げそうなのギャグでしょ。でも強い術師と出会えないじゃん。たとえ1000億積まれても宿儺と戦う方を優先するでしょこの男。ブラック労働に耐えかねて他国の発電力になる五条か。ちょっと面白いから誰か書いてほしい。給与支給が4000万ってだけで、その他諸手当や経費が使い放題だから、実質送って政治家みたいなシステムかもしれんから、ていうか呪術師の給料って課税対象なのかな。非課税でも高いとは思わないが、実質600例万くらいにはなりそう。一級と特級の給料って正直そんなに差はなさそう。特級は斜め上らしいし、これじゃ万年4級だとグルメに散財する暇もないだろ。それとも下級の術師まではそこそこもらえる給与体系って感じ。庭も仕送りしてるし、伏黒も積み木の入院費と進学費用が心もとないのでは。多分そこら辺は国家公務員並みかそれ以上にもらってると思うな。並みたいに術師辞めることも可能だし、あまりに給料が少なすぎるとワンオペが原則の術師会だと厳しい。さすがに等級による固定任務の量、任務の難易度で色付けとかはあってほしい。これじゃあ呪詛師として高専に狙われない程度にいらんことしたりとか、金持ち相手にインチキ霊媒師やってる方がよっぽどマシそうだよ。いや金稼ぐだけなら命名と同じくフリー術師でいいんじゃないか。呪詛師になるのはそれはそれで面倒そうだし。呪術師ってマジで個々人の前世で成り立ってるだけのクソ仕事なのでは。てか日本政府は今回の宿儺討伐戦に参加したメンバーには高額ギャラ払えよ。マジで映画アルマゲドンみたいに死ぬまで税金なしでもいいけど。ただまあ労働時間が同じく長くて、国の代表である総理大臣もそのくらいだから、税金から賄われてる以上限界値ではありそう。表だって存在を明らかにできないのに億単位でポンポン渡してたら、国民からこの大量な不当明らな予算なんだよってなるし、やっぱ固定給か。固定給だとしたら任務やったらやっただけ損だから、やってらんねってなるやつはいるだろうな。高専だけじゃなく在野に術師がいるのも納得なんだよ。特急でこれなら下っ端はもっと安いだろうし、それで命がけで実際バンバン死ぬとかやりがい搾取すぎる。万年人手不足なの業界の体質のせいじゃん。特急は斜め上で行き着くもみたいにプラプラして任務受けなくても4000万で下等みたいな、学生でも4000万でもちろん乙骨も4000万。
一級が用で特級は特別尊敬もされてないし目指すものでもないから一級でも2000万くらいもらってんじゃね？でも高先生もちゃんとお給料もらえてる設定だけど野原は金にそんなに困らず額締めてるから多分こっちが思ってるより呪術師は金に困ってないと思う。呪術師の問題はそこじゃないだろうし、呪詛師落ちした方が儲かるの真面目にヤバいと思う。パパグロなんかまさこ暗殺の手付けで3000万やぞ。五条が安いとは思わんけど五条で4000万だと他のはそれより下なのかって思う。他の特級で1000万、一級は500万くらい？命かけてるのに割に合わんな。あーつくもが海外でブラブラしてる理由もなんとなくわかるな。呪術師の金払いが悪いからか。つくもはそういうの関係なさそう。お給料ストップもしてるし。つくもお給料ストップしてたのか。海外での生活費どうしてるんだ。でも現実でも自衛隊とか給料そんなに高くないから世知辛いって感じ。危険手当とかつくのかな。独身生活は額締めても結婚相手確保するには厳しい給与ってあるからな。術師決闘も結構意味あるみたいなのにそれはどうなのか。命の切り売り代としては安いと思うね。実際高専入るくらいの若い子だとその年代の欲しいものは大体買えてしまうくらいの金は握らされるから流されちゃうんだろうが、特級がつくもが初めてくらいに新しい階級だから本来の強さの対価にしては安いんじゃね。特級連中みんな金には興味なさげだから賃上げ交渉とかしなさそうだし、4級国先がブランド物普通に買えてお金に困ってる描写ないし、7人とか証券会社続けてた方が金貯まったかも。辛い。特級の年収は億くらいの方が夢があるね。健全な暗殺用とは、1級は証券マンより下なのかな。さすがに手当とかいっぱい出てると思い大会が効かない。命に関わる人手不足の状況で呪詛し合った方が儲かるくねってなったらあかんでしょ。姉さんはフリーで相当儲けてるみたいだし、五条がフリーになったらそれこそメジャーリーガーの年俸みたいな額になるだろ。そもそも政治家みたいに飲み食いやある程度の買い物も国の予算で落とせるんじゃね。立場的にも普通にありそうなんだけど、ファンパレでおやつマシュマロを経費で落とそうとして却下されてた。弱りと厳しそうだった。自衛隊員みたいなもんやから仕方ない。というか人員不足、一般人には呪霊が見えない。脅威度がいまいちわからないから呪術界自体がそんな金持ってないんじゃないか。人手不足の業界だからこそ貴重な人材には手厚い給与を与えて引き止めるべきだと思うがな。下等悟る。やはり宗教法人だよ。税金優遇措置で微妙すぎる異常。実家がすでに陸眼鏡みたいなもんだからな。自分が土庶民だからかもしれんが、言うて年収4000万以上あってもそこまで使い道ないだろうし、年4000万も年4億もそんな変わらんだろうと思う。4000万あったら十分贅沢三昧できるだろうし、五条を雇う金額としては破格だけど。五条は金儲けに興味ないからいいんだろうけど、呪術師やめてそれこそ大谷みたいに野球選手にでもなった方が稼げそう。つらもいいから黙ってやスポンサーガンガンつくだろうし、パパグロ下手に全員にコンプレックス持つより振り切ってアスリート目指した方が良かったやろ。呪詛師って表で指名手配とかされてるのかな。たとえ呪術師に追われていようがそういうのないなら一定以上の実力者はなり得だよねって思う。人殺しとかしてるんならと思ったけど、下等が指名手配されてるんなら賢者のファミレスのシーンでざわざわされるだろうしないっぽい。一番上の人間が相応の額をもらっていないとそれより下は自動的に基準が下がるから、結果的に業界全体のモチベが下がる。やつ大谷翔平らの巨額契約は他の選手のためでもある。なのでも比較安でいいよってしたら選手会からめちゃくちゃ文句言われるってのを思い出した。五条が一番上なんかな。上層部は五条よりもらってないのかね。
月給が閣僚の年間給与並みってことでいいやろ。4000万って妥当なラインだと思うけどな。現実の命かける仕事してる人らこんなにもらってないしな。核弾頭レベルの人間に首輪って意見もわからなくはないが、国家転覆罪を犯してほしくなければ金よこせって図式になるのもおかしな話。一流のプロスポーツ選手の方がずっと稼いでると思うと少ないなーってなる。3000万ってひいきチームの期待の若手の半分ぐらいだわ。御三家は大体が高専に所属してないからめいめいみたいにフリーでも受けてるんじゃね。牧のあれがあった時に任務に行ってて家にいなかった人がいたし、五条が高専入る前から経験豊富ってことはそういうことだろうな。めいめいさんの交渉術を真面目に知りたい。結果的に星晶体も天元も守れてなくて、首都壊滅国家機能停止してる最強ではあっても必ず任務成功するわけではないこと込みの給金だとしたら妥当。内閣総理大臣並みと言われるとちょっと納得するやと、あれはどうあがいてもそんなもんよね。まあ関係ないものを経費で落とすのはどこでも怒られる。政治家でもここら辺はよくつつかれてるし、関係あるなら多分大丈夫だろうと思ってる。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。